こういうことするね、みんな。もうすぐこういうことするんよ。どうも皆さん、こんばんは。夏目さんちのゲンです。1個の下駄から3グラムしか取れないさやです。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、ソーシャルシネマティックディスタンス。なんでシネマティック入っちゃったの。劇的に、ね、あ、劇的にやっぱり距離を取らなきゃいけない。そうそう、劇的にちゃんと3メートル取った方がいいかな。はい、ということで今回ですね、はい、こちらでございます。教科書。教科書。はい、はい、夏目さんち、ちょっとおそらく前回だと思うんだけど、うん、こちらのね、机に落書きする動画頑張ったんだから飛ばすなって。はい、まあ、ということで前回ですね、机に落書きという動画を皆さんね、上げさせていただいたと思うんですが、しましたね、落書き。はい、まあ、気になる方はこちらの、ね、方から見ていただきたいんですけれども、はい、ということで今回やっていく企画はこちら。リドリ、プロの絵師が童心に帰って教科書に落書きしまくってみた。思い出。はい、まあ、ということでですね、今回は、はい、教科書に落書きしていこうと思うんですけど。いや、もうみんな一回は絶対やったって。やってるよ。なんかしちゃうじゃん。そういう風ないたずらっていうの、本当はまあ、やっちゃダメなんですよ。そうだよ。はい、基本的にはやっちゃダメなんだけど。先生に見せるときちょっと恥ずかしいからね、はい。恥ずかしいし、怒られるリスクがめちゃめちゃあるんですよ。そうだけど、私たちは、はい。大人なのでですね、教科書に落書きしても怒られません。ありがとうございます。なぜなら提出先がもうないからです。悲しいな、なんか。はい。怒られたかったな。さあ、ということでですが、はい、夏目さんち言うてもですよ、もう、立派な大人、アラサーでございます。だからね、教科書なんていう、もうね、崇高なものは持ってないわけです、私。そうですね。ということで、今回こちらでございます。よいしょ。ドン。たっぷり。たっぷりの教科書。それをどこから入手したかと言いますと、皆さん。そんなの闇市場に決まってるじゃないですか。出てるんだ、教科書。価値あるんだ、やっぱり。この悪いおひげのおじさんたちがね、うん、今回はいいのが入ったんだぜって。ほら、最新国語資料集だ。これが欲しかったんだろ。幸せだな、そんな闇市場。そうそう、これだよ、古今和歌集だよ。まあ、そういう闇市から仕入れてきました。じゃねえんだよ。はい、うちの編集者さんのですね、はい、ゆかさんっていうね、はい、方がいらっしゃる。多分この動画編集していただいてる方なんですけど、はい、そのお知り合いの高校生のお友達から、はい、なんと譲っていただいて、しかもなんとその方がですね、はい、夏目さんち見ててくれたっていう。そう、そう、それがめちゃくちゃ嬉しくて、いつもありがとうございます。いや、本当ありがとうございます。と、はい、いうこと、今回はこちらの企画ご協力いただくということで、いらない教科書をもらいました。ここに書いてしまおうと思います。はい、そしたら案外ね、うん、これここにしようかな。ここ、お、どでかくいこうかなと。お綺麗なとこですね。はい、じゃあ私もどうする。え、マジしようかな。さやもそこにすんの。やってきますか。はい、では1回戦目、中拍子よーい。中拍子。いや、でもね、さやさんね、これあれなんで、はい、白ペンでいくわ。白ペン、じゃじょーん。マジか。さやさんね、白ペン大好き。この白ペンマジいいからね。楽しいね、なんか。なんかワクワクするわ。あ、かける、めっちゃかける。すみません、書かせていただきます。お邪魔します。好きな給食のあれは献立。そう。え、でもさ、これおそらく高校の教科書でしょ。高校生って給食なかったじゃん。なかった。え、あったっけ。パンの争奪戦してたもん、高校生。購買部行ってさ、うん、めちゃくちゃ買ったよね。懐かしい。じゃあ肉屋とね。何それ、生肉売ってんの。売ってねえよ。なんでで、なんでさ、本格クッキングさせるんだよ。学校の昼休みで。自主性を重んじすぎだろ。いや、なんか普通に肉屋さんがうん、うん、コロッケとかを販売してて、へえ。で、あとは近所のパン屋もパンを販売して、うんうん、こそって需要と供給が一致してた。なんかこれ以上言ったら場所バレちゃうかな。なんかあまり言い過ぎるとなんかこう学校バレしそうだよね。学校バレしそうだね、そろそろ ね。え、じゃあすごいさ、フェイク入れて話すね、うん、うちの学校浮いてたんだけど。フェイク入れすぎたらさ。いや、分かるのすごい大変です。やめろよ、なんでラピュタなんだよ、学校が。はい、1回戦目はなんか開いたところ。はい、せーので、どう。え、何これ、何がいるの。何がいるんでしょうね。やばい、なんかすごいじわじわくるんだけど。地球が生まれて約46億年間、太陽からずっと注がれ続けている光と熱という恵み、私たちに降り注ぐこれらの恵みは地球上でどのようなことを起こしているのだろうかって感じ。怖え。湖の奥底にとんでもねえのが住んでて、うん、ここにボートに乗ってる人がいるのよ。あ、それがそん
そんなちっちゃいのね人は。そうそうそう、そこに下からズワーってくるっていうシーンを描いてみたんだけど、そこはじゃん、ちょっと難しい、人間これだよっていうね、謎の落書きをしてしまったんだけど、これ違うの、これ多分分かってる、みんな想像してたのと違うの来たと思ってあの僕高校とか中学校の時こういうのばっか書いてたんだよね。あの地球上に潜むとんでもない化け物が出てきましたと、うん、太陽ってすげえなっていう何か突然変異をすらも起こしてしまう太陽の恵み、はい、あなたはどう思いますか。しいはい、まあそんな感じです。はい、でじゃじゃーん、はい、あーなるほどね、可愛い感じになってる。そうなんかね、これがなんかこう多分飛行機が、はいはいはい、飛行機の後だね、そう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 、発着の後長時間路航で撮ってる写真ですけど、うん、こう星座という星の神々はね、うんうん、きっと人間が動いてるスピードなんてずっと長時間路航みたいなものなのよ。なんだなんだ、うまいこと言ってるよ、全然意味が分かんないというわけで星座の神々が、あーなるほどね、そうそういると、そうこれをこう、うん、なんていう、五星符っていうんですか、はい、音符に見立てて、私魚座なんで魚座たちが舞い踊りながら魚座に対するすごいね、ひいきが。そうあとほら水亀座、はいはいはい、そろそろ水亀座の時期だから、そうね、そうね、でもこの子はヤギ座、ごちゃごちゃですねじゃあまあまあここはまあ手始めってわけよ。ちょっと楽しくやらせていただきました。はい、夏目さんちで言うカービィってわけよ。そうね、夏目さんちのゲンです。さやです。ブラックオリジンではそれはじゃあ次僕はね、英語の教科書行こうと思いますよ。これ有名な教科書ですよね、おそらく。拙者ね、国語の資料集って決めてきて。国語の資料集だって、はい、教科書落書きのさ、しょうもないとこから行くとさ、こういうのも書くよね、みんなね、やるね、うん、これどうなってんの、これ尻でボール打ってんの、なげねえだろ、なんなんだこれ、どうなってんのこれ、バレーボールでしょこれ。あ、バレーボールか、怒られるんじゃん、どういうこと、どういうこと、え、なんかこういう状態かと思ったなんで尻でバレーしてんの。さやさんはこの平安貴族の日々のこのページをね、書くんですね、やらせていただこうかと思いますよ。ここにするか、じゃあ。おお、決まりました。はい、源さんここにします。英語の教科書のここ、はい、ホームワーク、ホームワーク、はい、ここに書いていこうと思います。やーい、これ線の太さをまず合わせるのが声の鉄則なんですよ、こういう落書きするときは。俺はもう清少納言に耳つけたぜ。おいクソすぎる。まあ落書きといえば皆さんこういうことですよ。いや、そうですよ、はい、コンピューターお母さん、コンピューターコンピューターお母さ ん邪魔なの。そもそもの人格とかねじ曲げるのがこう落書きの面白いところなんや。そ、お母さん、じゃあということで20分経ちました。教科書落書き今度は中身編、はい、せーの、デドン。お父さんお父さんもお母さんももういないんだけどジェイソン家帰ってきます。いつもだったら口うるさいお母さんが、はい、何の言葉を話してるかわからん。お母さん、母さんで、いつも父さんが座ってたソファーには、うん、なぜかよくわからないやつが鎮座しており、しかしワンコだけはずっと変わらずいると。ワンコは全然普通に接している。俺がおかしくなっちまったのかっていう、そういう恐ろしいストーリーです、ね、恐ろしいストーリーになって、街の中が自分以外が入れ替わってしまったみたいな、そんなストーリーかもしれません。やばい、絶望の第一話じゃんはい、そんな感じのタイトル、ホームワークですもう一度お母さんに宿題やりなさいって言われるための取り戻す戦いになる、きっとこれは。やばい、重てぇ。たやさんのは、これもある大学生の男の子が猫耳が生えた赤ちゃんを拾ってしまったと。ほう、でもこれ大学のなんか庭の影で、うん、みたいな感じになってる。はんはん、こうまあ周りにはほら普通の女子大生とか、あ、これ女子大生にしてんの、スマホ持ってるか、これちゃんと。本当だ、この子にはね、こう猫耳が生えてるから、はいはい、まあ、すごい能力があって、まあ、秘密の存在で、まあ、育てることになりましたと、はい、そう、そして、まあ、その最中、まあ、ゾンビパニックみたいなことが起きてしまい、世界は崩壊してしまって、はあ、で、まあ、その世界でこの子を育てていく主人公とその女の子ね、うんうんうん、なんだけど、その主人公の男の子はここに見えるかな、ここ死んでんだけど、ここ撃たれてやられてちっちゃすごい奥の方で、ね、はいはいはい、倒れられて、あー、なるほどね。でも生き延びなきゃっつって、うん、この雨の中、うん、走って逃げる猫耳少女ちゃんですよ。小さい女の子の仲間ができたの。
この子を私が今度は守る番にならなきゃって言って立ち上がる。二人で冒険をする。だけどやっぱ二人もピンチが来て、うん、廃墟の中で、はい、あんたはここから逃げなって、私はここで食い止めるからってなってて、えってなってるし、ここ出口だから多いなでそれでそのこの仲間になった幼女ちゃんはこう楽しかったこう思い出をねこう思い返して、うん、泣く泣くまあここから逃げると。そして主人公のこの女の子は、うん、一人でこの廃墟に残って、もう外には異形の怪物たちがこうお外で待ってて果たして彼女の運命やいかに To be continued。 続くなよはい、ということで2回戦目は中に書くでしたね。はい、楽しいなこれ。楽しいな、ちょっとごちゃごちゃ書いてしまった、うん、こういうことするね、みんな。もうすぐこういうことするよ、ほら見てキャーじゃないんだよ。エッチな風さん、やめろよ。その場所になんてことさせんの。はい、次はですね、教科書の表紙を最後は思いっきりもう書かせてもらっちゃおうかなっていうことで、はい、僕はもうね正直このクラウンの表紙書いちゃおうかなって。じゃあ私もこの正直このワイド&ビジュアル行かせていただこうかと。お、行ってしまいます。はい、じゃあもう最後にこの感謝の気持ちを込めて表紙にがっつり書いてまいりましょう。行きましょう。よーい、担任の先生から電報を受け取っております。それではこちらで読ませていただきますね。夏目玄君へ、ピーリカピーララポポルナペーペルト先生より。え、なに先生お邪魔じゃハマってんの、ちょっとユミコって本当は男だったらしいよ。へえ、そんな説あんの。ないよ。テレレレレレレさやさんの嘘本当クイズ。スイコ天皇は男？女？え、スイコ天皇って男じゃなかったっけ？これはあれだよ、ゲンさん失敗したら、うん、夏目さんちの出演権2週間禁止ってのですよ。もう仕事できなくなるじゃん。大丈夫大丈夫、帰るから。地下にゲンさんを20人閉じ込めてパン与えとくとね増えるんだよ。マイクラの10人増やし方です。マイクラの奴隷みたいな増やし方やめて正解は推古天皇は日本で一番最初の女性の天皇です。あ、女性でした。あ、でもなんかそれ聞いたことある気がするな。推古天皇と仲良かったのは？わかんない。聖徳太子です。それさん詳しいですね。それさん詳しいですね。ええ、任せてください。伊達に逆漫画日和読んでないです。全部そこなかなか可愛いかなってきたかも。ねえ、可愛くなってきたかも。ゲンさんと同じくらい可愛いよ。すごい、なんか急に褒められても困っちゃうんだけど、その褒められ方すごい可愛い。ゲンさんどれぐらい？橋本環奈と同じくらい可愛い緊張しちゃった今冗談でも今橋本環奈と同じ土俵に上がったんだと思う。息が詰まった今はい、どうも皆さんこんばんは。橋本環奈ですか？はい、可愛いですねやめて。じゃあ皆さんこれ可愛い、可愛い。殺されるぞお前全国から殺される今。橋本源奈ちゃんの声やめる、汚いなのなんか嫌だな書いていくぜ表紙、はい。まあまあまあゴリゴリとね、うん、2人とも割とこう教科書の元のベースは模様とかね、うん、書いてあるもの生かすような感じで書いてると思うんだけど。はい、いや、おげんさん真横ですもん、ね、もう真横だね。ちょっと最初縦に書こうとしてたんだけど、うん、これ元々のやつをちゃんと使った方がいいなと思って。そうね、うん、私もこのキラキラの模様をなんとかしてやろうとね、はい、あがいておりますよ。あよそうで、しかもこれね制限時間特につけなかったんだけど普通にさえ20分くらいで終わってんだよね、うん、いやそうなんだよね。もうそう、ついでになんかもう古今和歌集のとことか読みふけっちゃったし、ね、読みふけんだよそのもう知識もバッチリ、さすが教科書です。よかったこの企画やって。いや、どういうこと。はい、ということでじゃあ最後表紙をやってみました。表紙に落書きしまくってみた。せーの、でどー。おおおー、あ、顔がある。そう、顔が2つあります。あ、ほんとだ。横顔だよ、どっちも。あ、ほんとだ。でこのさ、この横、うんうん、このクラウンの教科書のこのなんか器みたいな元の絵これなんですけど、あ、なんか縦だとこうなんだけどフルーツっぽかったのに、そう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 、横にしてみた方が可愛いかなと思って。おー、はい、横にしました。メカメカしくなってる。なんかもういつものあのカスタマイズの感じのノリで、こういうメカメカシーンの中でも自分たちにとっての可愛いを追求してるのかもしれない。あー、それ可愛い ね。じゃじゃーん、せんさんの。めっちゃちょっとおしゃれな感じの女の子にしてみました。歴史感あるわ、歴女感ある。こんななんかさ、ちっちゃい小窓がついてるさ、これ飾りが可愛いからさ、ちょっとイヤリングっぽく、ほうほうほう、これブローチっぽくみたいな。なるほどね。いやもうね、目描くの楽しくてもう目で満足した感じ。確かにすごい目に力入れて終わってる。もうトゥルトゥルのお耳にしてやりましたよそう、これまあね違うんで、これはちゃんとね、国語って楽しいなって、こういろんな知識が知れて楽しいなっていう女の子の、あー、好奇心よね。国語の気持ちを込めました。国語の気持ち。いや違うだろ
はい、ということで、はい、ご協力もありましてね、教科書にたくさん書けました、はい、ということでね、皆さん、はい、教科書ぜひ落書きはしないでください。はい、はい、卒業してからにしましょう。はい、卒業してからたっぷり落書きしてください、はい、卒業してから鬱憤を晴らしましょう。何の何が溜まってんの。難しかったぞ、あ難しかった、恨みを込めて、はいはい、そうすると、うん、さやさんは数学のノートがびっちりみっちりになってます、うん、サヤジオグラフィックでみちみちにしてないよ、はい、見てろ